今回紹介するのはこちら。ディズニーツイステッドワンダーランド、セガ限定制服バージョンと通常の洋服バージョン、こちらなんですけども、つい先日セガ限定の方がセガのオンラインクレーンゲームですね、そちらで再販が発売されましたので、この2枚どう違うのっていうのをこのオクタビネル寮を使いながら紹介していこうかなと思います。はい、ということでね、まあオクタリオで説明する言うても、僕の推しはオルトくんなので、ちょっとオルトくんも交えてこいつがどういうグッズなのかっていうのね、まあ軽く説明させていただきます。でこいつなんですけども、5月だっけな、5月ぐらいに最初セガ限定のこの制服バージョンがリリースされたんですけど、当時都内って緊急事態宣言が出てて、ゲームセンターやってなかったんですよ。やってなかったことによって、関東圏の人がこのグッズを手に入れることがすごい難しくて、唯一手に入る方法がオンラインのクレーンゲーム、セガのオンクレしかできなかったんですよ。最初は本当にね、これ持ってる人は珍しかった、珍しいってぐらいなかなかねレアリティの高いアイテムですね。こいつがまあ2種類あるんですけど、まあセガ限定ということで、セガ限定はこの制服バージョンですね。制服バージョンで、後々他のゲームセンターでもまあ展開できるようにっていうことで通常バージョンが発売されまして、通常バージョンはこれが両服バージョンになってます。だからね、まあこれといって、どっちがいいっていうのはないんだけど、こっちのセガ限定の方が市場で探すのが難しいアイテム、かつレートだね、メルカリだったり、いわゆる K-BOOKS だったり羅針盤とかの価格が高いのはこのセガ限定になってます。でなぜオールトから先に説明したかっていうと、これ開封済みを持ってるんですよ。もうめちゃくそ集めてて、というのはもうオールトキュンは100円の処分代に入ってるんで、あの取りやすいんですよ。だからこういう開封品もね、もう毎日リュックにつけてるって感じです。で開けるとこんな感じになります。まあキャラクターに忠実に切り抜いてあって、で表面はこんな感じで、このねキャラクターが書いてある部分はザラザラした肌触りで、キャラクターが書いてない部分はツルツルした、まあよくあるアクリルって感じですね。でこれの怖いのが、あのこのザラザラしてる部分が、まあ、表面にプリントしてるだけなんで、ちょっとなんか鋭利なものが引っかかるとこのプリントが剥げる可能性があるんで、ちょっとそこご注意くださいって感じです。で裏面も特に何もないっていう感じで、まあ厚みも1センチないぐらいかな、ない感じだから、場合によってはちょっとこれ割れる可能性はある。昔ツイッターで見たのが、なんかオンラインクレーンゲームで届いたやつが3分割にジャックくんが割れてたってあって、そんなことあるのかなってちょっと思う部分はあるんだけど、まあ、アクリルだから折れやすいっていうのは否定できないんで、ちょっとそこはまあ気をつけてほしいなっていうところです。でこれのすげえなって思ったのが、セガ限定の場合は背景がグラデーションなんですよ。グラデーションで、通常バージョンは全体に色が統一されてるって感じなんですけど、どっちもこの背景の色味の中に各寮のなんかモチーフパターンっていうのかな、寮のデザインに含まれているグラフィックが忍ばせてあるんですよ。だから今回のそのオルト君に関してはイグニハイド寮なので、こう三角だね、特徴ある三角のデザインが実はこっそり入ってるっていう感じです。パッケージがまあこんな感じなので、まあ特段なんか取っといてもいいデザインのパッケージってわけじゃないんですけど、こんな感じですね。はい、じゃあ皆さんお待ちかねのね、これ入手難度がトリプル S と言われているオクタのねアクリルチャーム、実は僕通常バージョンとセガ限定バージョン持っててね、で今回ラッキーなことにセガ限定がセガのオンクレ限定で再販がしてるんですよ、ちょうど今。だからこの再販でね、気になってる人の参考になればありがたいなって感じです。はい、じゃあまずアズールくんですね。アズールくんのセガ限定がこの右手側で、通常の両服バージョンがこんな感じです。特にねサイズ感は同じなんですけど、
まあ両服の方がなんか着てるものが多いから横に広いって感じですね。だからこっちの方がクレーンゲームで撮るとちょっと難しいんですよ、重いから。うん、だからなかなか苦戦した記憶あります。でまあ色味はさっき説明した通り、制服バージョンはこんな感じでグラデーションしてて、で両服バージョンは全体的に色味が紫っぽくなってるっていう感じで、これも同じく背景にねオクタリオ独特のねドットパターンが含まれてるって感じです。うん、これがアズールくんがこういうデザインになってます。じゃあ次ジェイドくんはこんな感じですね。右手側がセガ限定で、左手側が通常の両服バージョンですね。これね、まあさっきのアズールくんもそうなんですけど、両服バージョンって結構数作ってあったはずなんですけど、なかなかねやっぱ消えるのは早かったですね。でセガに関してはこれもまあ後で話します、なんでもないです、すいません。でまあこんな感じで、まあポージングは基本一緒なので、まあ特段変化はないんですけど、まあ同じようにグラデーションしてあって、こっちグラデーションしてない背景にドットパターンがあるっていう感じで、うん、やっぱかっけえな、背高えな、背高えよ、オルトキュンと並べてみ、差ね、この差、この差なのよ、でかいわ。そうだからやっぱ身長あるキャラはこのアクリルちゃんはめっちゃでかいっす。じゃあ次皆さんお待ちかねのセガ限定のフロイドくんと両服バージョンのフロイドくんっていう感じでね、これも速攻なくなった、もう速攻なくなったよね。っていうかこれ自体がくっそ珍しいんですよ。だ都内の中古ショップ巡ってもなかなかねやっぱ現物をお目にかかることが難しいって言われてるアイテムで、商品が入荷してもその日になくなるぐらい結構これはね求めてる方々が多いそうですね。まあ全体がこんな感じで、まあほぼポージングは一緒なので特段説明することは何もないんですけど、まあこんな感じです。じゃあ僕がなぜこれを手に入れたかっていう経緯を説明すると、このねセガ限定、さっき説明した通り都内が緊急事態宣言で、まあ、手に入れることが難しくて、オンクレ、まあ、オンラインクレーンゲームに関してもオクタの3人のブースって全然入れないんですよ。だから当時は取れなかったんですよ。取れなかったんですけど、緊急事態宣言が明けて、これ自体はもうすでに他の県で関東以外ではリリースされてたんで、都内もいつ入るかっていう話にはなってたんですけど、その時に埼玉の奥地のセガのゲームセンターで入荷するっていうのを聞いて、僕わざわざ電車とバスを乗り継いで2時間ぐらいかけて朝行って整理券もらって抽選するんですよ。抽選した結果、まあ、ラッキーなことに4番目だったんですけど、これね1カートンに対して各キャラクターって4枚だっけな、4枚か5枚ぐらいしかなかったんですよ。だからフロイドくんって一番最初になくなるんですけど、前4人がフロイドくんだったんで、あのだから4番以内に引いてないともう無理ゲーだったんですよね。でこれ引けて、抽選券もらったお店は抽選券の枚数分獲得していいってことだったんで、次が僕10番目ぐらいだったんで、まあこのジェイドくんを選ばせてもらって、最後に、まあ、アズールくんもゲットして無事3人手に入れたっていう感じなんですけど、これは本当にラッキーだったね。池袋とかだったら絶対無理だったと思う、その1日にこのオクタリオを3人集めるっていうのは。だからすげえ、うん、なんか頑張った思い出が強いアイテムかなって感じです。で同じくこっちもやっぱり初日になくなるんですよ。初日にすぐなくなったんですけど、一回なんか追加投入分が別の日に入荷されてて、たまたまあの日は多分新宿のゲームセンターに寄ったんですけど、新宿のゲームセンターに寄ったら普通に置いてあって並んでたりもしなかったんで、まあ真顔で撮らせてもらったっていう感じです。だからほんとね、これ6枚、この6枚を手にしてるユーザーって多分日本でもほんと数人いるかいないかじゃないのかなって自分では思ってるんですけど、最推しのオルト級いながらここをちゃっかり集めるっていうね、コレクター力を発揮してしまって、なんかすいません、あざっす。というわけでね、こんな感じでございます。はい、ということでね、今回はこちらディズニーツイステッドワンダーランドアクリルチャームセガ限定制服バージョンと通常の両服バージョンの紹介させていただきました。で先ほどもね、あの動画の中でちょろっと言ったんですけど、セガ限定に関してはセガのオンラインクレーンゲームでね、あの再販が始まっているので、
これね、なんか在庫がなくなったり急に復活したりってよくわかんない状況なんですけど、実質受注っぽいんで、本当に欲しい人は手に入りやすい環境になったのかなと思います。ただ発送が秋冬みたいな曖昧なニュアンスだったので、いつ届くのか分かんないっていうところだけ注意してプレイしてもらった方がいいのかなと思います。逆に今度はこの両服バージョンが再販いつするのっていう話なんですけど、それが出てないのでちょっとここら辺はね、より入手しにくくなるのかな。メルカリとかでもこれ再販分かんないから先買っとこうっていう人がすげえ増えてくるんだろうなってちょっと予想してます。だから今欲しい人は早めに買っといた方がいいのかなと思うんですけど、再販のセガと呼ばれてるぐらいだから、冬ぐらいかな、冬ぐらいにあるであろう再販を待つのも一つの手なのかなと思います。ではこの動画が良かったらチャンネル登録していただけるとありがたいです。次回の動画でもお会いしましょう。さようなら。